はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、今日はですね、よく質問が来ますし、生放送とかどうやってやってんのとか来るんで、その機材に特化した部屋紹介の動画をですね、まあ、2017年にもなったんで撮りたいと思います。さっきも質問来てたしね。こっちのものとかはちょっと置いといて、こっちの、はい、部屋を紹介します。ちょうど今ね、ウォッチドッグス2の生放送が終わったとこなんですよ眠い朝の4時です。さあ、じゃあね、紹介します。ざっと見こんな感じですよ。大したものは何もないな。だけどここで生放送やってると、皆さんが見てくださってるおかげで、まあ、できてると。まずこの黒いパネルみたいなやつあるんですけど、これですね、バーつって、これはあの音を反射するパネルで、まあマイクがあまりにもこう敏感だとね、エコーがかかった声になったりとか、ダブルで聞こえたりするんですよ。そういうのを少しでも軽減するためにこれにあります。でもお金がなくてここの部分だけ買えませんでした最悪ださあ、そしてゲーミングチェアです。まあ、今流行ってんのかな、まだ2年ぐらい使ってますけど、これはね、オハイオで作ってるやつなんですよね。巷だと DX レーサーとか一時期流行ってましたけど、多分もともと DX レーサーが有名 でそこからまあ他のブランドも作り出したと。まあ、これはなかなかいいですよ。俺もうここになんかドカドカと D なんていうの、なんとかって書いたの嫌だったから、シンプルな黒いやつにしました。後ろに180度下がるんで、ものすごいあの気持ちいいですよ。下がって、何あれなんで休めるから最高よく寝てますよ。腰痛くなるけどね、これで寝ると。さあ、でこの IKEA は、あ、 IKEA じゃない、このデスクは IKEA のデスクですよ。何の変哲もないデスクで、上に行く前にちょっと下行きましょうか。下にはですね、この足置きがあるんですよ。これがねあると便利なんだ。足がね休まるんですよ。こうやって足を置いて、こうやって動くのね。これで足へのこう膝とかのももとかのこうプレッシャーがちょっと軽減されるんで、長い間ゲームやってても楽。でここに足置きがあります。なんかあった時のために、ね、こうやって足を置けるとそう、こういうとこは見せないからね、みんな。でここに、まあ、音楽用のペダルがあるんですけど、これ使ってボイスチェンジャーオンにしたりとか、あとピー音とか出したりしてるんですよ。これがケーブルでつながってるんで、こう押すとピーってなったりとか、エコーかかったりします。これは、はい、いろんな機材があるんですけど、これだけじゃできないんですよ。他もう一個裏に機材があるんですけど、それを使ってコントロールしてやってます。さあ、じゃあこれがメインのこの部屋で一番大事なとこですね。まあ、実況といえばなんつったってマイクですよ。こいつこいつこいつね。これはね、ブルーっていう会社が出してるマイクなんですけど、まあ、ブルーのマウスっていうマイクですね。小さめなんですよ。私の人差し指と比べても全然マイクの方が小さいっていうね。これはね、声を取るため用とか、あとドラムとか取るため用のマイクなんですけども、形がすごいかっこよくて使ってます。一応 XLR マイクですね。皆さんはご存知か分かんないですけど、マイクはまあ簡単に分けるといくつか種類があるんですけど、大まかに今は USB で直接コンピューターにつなげるやつと、あと XLR っていう特殊なケーブルでつなげて音を出すやつですね、あります。 XLR のマイクの方がいろいろカスタマイズできるんで、音に対してエコーをもっとかけやすくなったりとか、低くしたりとか高くしたりとか、なんで、XLR のマイクを使ってます。これはマイクアームにつながってますね、はい、K&M っていうブランドのマイクアームなんですけど、それ使ってます。ですね、そしてまあここら辺がキーボードですね。ちょっと今プライベートのやつが映ったら嫌なんで消しましたね。さあ、じゃあ、いや、ちょっと待って、これはね、ワコムのあれですよ。あの、掛
けるやつ、13インチのなんかモニター、本当はフォトショップで絵とか描こうと思ったんですけど、それよりも今はもう別モニターで使ってます。これはあの Mac mini につながってて、 Mac mini もでも2012年とかも結構古いですけどね。まあ攻略サイト見たりとか、あと音流したりとか、誰が登録したかとか見るのに使ってます。もうその用途ですね。たまに絵描いたりしますけど、はい。でその上には、予備のカメラ、これキャノンの G なんだっけな、なんだったっけかな、 G なんとか GX 違う、まあ、とにかくあるんですよ、キャノンのマイクですね。あ、マイクじゃない、カメラね。もともとはこれ使ってたんですけど、まあこのカメラってボケが入んないんですよね、バックグラウンドに。それがすごい嫌で、で一応手元にはあるんで、何かあった時のためにこっち使うんですけど、メインは、パナソニックの GH4 っていうマイクを使ってます。これじゃないんですよ、これでも何かあった時に使いますね。でこの上にある白いやつはなんだって思うかもしれないんですけど、これライトです。やっぱ美しくって綺麗に見せるためにはやっぱライト必要ですよ。よく芸能人の人がなんかライトいっぱいね当ててくださいって言うけど、本当にライトがあればあるほど綺麗に映るよ。このブサイクな俺でも綺麗に映るよ、まあ、ライトがあれば。だから2つちょこっちにありますね。それぐらいかな。でこっちがさっき言ってた GH4 なんですけど、この GH4 っていうのは DSLR マイクも一眼レフですね。これつけてつくんですけど、ちょっと見えにくいんですけど、でこれライトですね、バーンつってこれ顔に当てると。だ2つ両サイド、こっちとあとこっちが両方当てて画面に映ると。このレンズが結構高かったですよ、これパナソニックのルミックスだったかな。フォーカスレングスが 1.4 で基本は12ミリなのかな、はい。これ眩しいな。これを使って、まあ、基本的には俺は映ってるということですね。GH4 は最高ですよ。まあ、GH5 発表されちゃいましたけどね。でも俺にはもう GH4 で十分です。いろんなそのカメラがあるんですけど、これミラーレスなんですよ、GH4 って。そうすると長期間つけてこう HDMI でコンピューターにキャプチャーしても、あのカメラがそんなダメージがないよっていうんで、これを使ってます。うん。あとはまあこの画面ですよね。一応上にもモニターあるんですよ。こっちは配信用の画面映してますね。あの Windows なんですけど OBS とかそこら辺はこの辺でやってて、下でゲームやってると。うん、そうなんですね。これ両方とも27インチです。でチャットはここの iPad で見てるんですよ。基本的にはここで、はい、名前出てないよ。これでね YouTube ゲーミングに行って、パスワード111なんですけど、 YouTube ゲーミングに行って自分のチャンネル開くんですよ。で俺あのズームできるように設定してるんで、この3つの手でパンパンパンってやると、あれズームするかってこうズームするんですよ。そうすると皆さんのコメントのとこだけこうやってズームしてると、画面見ながら何かあればこっち見て対応できるっていうことなんですよね。また3回やると消縮して消えると。これはもうかなり便利です。これキーボードですね。キーボードはまあいいか。でこれ俺はねマウスを前まで使ってたんですけど、マウスってねやっぱ手痛くなるんですよ。俺はもうこれにしました。こうやってボール回せばマウスが動くんで、わかるかな、これが便利ね。手、この手置きとても重要。これがあることで腕が痛くならない。さあそんな感じですかね。でテレビの下にはもう時間がね重要なんでいつも寝ないんで、これもシュタインズゲートとかやってる人だったら知ってますけど、ニキシーカン時計ですね。1時間ちょっと早いんですけど、今ほんと4時なんですけど、はい。その後ろに暖房が2台いるんですけど、これはケーブルを隠すために置いてます。汚いんですよ。でね前人なんだ、これ何っていう、これプログラミングがで、これマクロボタンなんですよ。マクロボタンっていうのはいろんなコマンドがプログラムできるんで、例えばこれを押すとなんか
キーボードのこれとこれを同時に押してくれるとかあるんですよね。俺のメインの用途は要はコンピューターが今4台あるんですよ、ここにね、この全部のセットアップに。で4台あるから4個キーボード用意して4個マウス設定するのめんどくさいじゃないですか。だから KVM って呼ばれるものすごい便利な機器があるんですよ。ちょっとここに今見えないとこにあるんですけど、でそいつにこれこいつをつなげてるんですね、 USB で。そうするとこの上の4つのボタンをどれか押すとピピってなるんですよ。でこれでどのコンピューターをこのキーボードとマウスでコントロールするか決められるんですよ。だからいちいち変えなくていいのね。このボタンを押せばどのコンピューターをコントロールするかって選べるんで、まあ楽なんですよ。そのためにこれ使ってます。はい。でこっちにもボタンがあるよねと思うと思うんですけど、これは何かと、これは音出すサウンドボードですねこれミディファイターって言うんですけど、これも USB でコンピューターとつながってて、これ押すと、まあ、いろんなボタンが全部アサインされてるんでなるよと、はい、光物が好きなんで一応 LED が入ってるんですけど、いいですね、はい。でこれはね、これはダックです。要は音全部ここから出てます。これ中にチューブ入っててパッとつけるとオレンジ色になるんですけど、これが深みがある音を立て作ってですね、ここに刺さってますけど、ケーブルがここからイヤフォンが刺さってると、これね全然違うんですよ。携帯電話で聞く音と、まあ、iPhone で聞く音とこれを通して聞く音と全然違う深みが、感動しますよ。これはドラゴンフライ、違う、なんとかフライズだったんで、フライズ忘れちゃったデザインも好きだしね、これガラスなんですけど上に乗ってんの、すごい熱くなるんですけど、かっこいいなと思って買いました。それぐらいですかね、ここはね。であとこっち移動していくと、まあこれもやり損ねてるゲームですね、ドラクエビルダーズ、未だに終わってないし、まあファイナルファンタジー終わりましたけど、ウォッチドッグス、トライアルはうちの息子がやってました。バイオ5も葵さんとやるって約束してまだやってない。進撃の巨人、おい、やってないディソナード2は終わったか、はい、そんな感じです。特に理由はないんですけど、なんか ある感じ、なんかオタクに見えるかなと思ってゲーム置いといたらさあこれがで、ボイスチェンジャーですね。これは TC ヒリコンボイスライブタッチ2、こいつがエコーをかけさせてくれたりとか、あとロボットの声になったりとか、まあ、いろいろプログラムできるんですよ。これすごいですよ、ね、ここで今出てるんですけど、右が何百種類もあるんですよ、声がもうバーッつってちょいっぱいありますよ。あ、これはあれか、これが登録したやつしか出てこないようになってるんだけど、とにかくね、一般のディレイとか、あとクワイヤーとか、ハードチューン、まあオートチューンですね、エコーかけたりとか、これ便利、これがないと俺は困っちゃう感じですね、はい、よく使ってます。で隣にあるのがこれローランドの SP404 なんとか X だったかな、こいつが音を司ってるんですね。さっき見せたキラキラ光ってたやつとはまた別なんですけど、こいつはもっと長い音楽とか入るんですよ、こいつ単体で。でこの単体の音を使って P 音かけたりしてます。こいつがさっき の足のペダルのスイッチとつながってて、あれを足のスイッチを入れることによってこいつから P っていう音が出てくるんですね。 P とかアーンとか、それで、まあ、使えてるということですね。まあ、ちょっと配線はね複雑なんで説明するのめんどくさいんですけど、こっちになってくるんですけど、そうですね。さあ、でこれが HDMI スイッチャーですね。例えばプレイステーション4とか Xbox One とかプレイステーション3とか、いちいち配線変えるのめんどくさいじゃないですか、そのゲームしたいと思った時に。だからどうするかっていうと、このスイッチャーにつけるんです。HDMI を全部ね。それで、このボタンを押すと、
例えばじゃあこれはプレイステーション4、これはプレイステーション3とかって変えられるんですよ、パパっつって。これオレンジなのは電源ついてるやつで、電源ついてないやつは何もついてないんですけど、電源、ゲーム機の電源つけるとここら辺が光ります。これでいちいちケーブル変えなくても良くなってますね。でこの1248って書いてあるこの黒いやつ、これ多分うちで2番目に高い機器かもしれない。これね、オーディオインターフェースなんですよ。モツっていう、まあ、名前はちょっと日本人だとね笑けてくる名前なんですけど、モツの1248っていうオーディオインターフェースで、こいつがあるから俺はピー音とか出せるし、あのいろんなエフェクト使えるんですよ。これはほんと優秀、めちゃくちゃ優秀、音もいいし、すごいインプットアウトプットがついてるんですけど、こいつがもうかなり、これ壊れたら困りますわ。高かったこいつは12万ぐらいしたかな。でもその価値ありますね、これはすごいです、はい。でその上にあるのがシュテインバーグ824っていう、これまた別のオーディオインターフェースなんですけど、俺 Mac も持ってるんですよ。でこれは配信用の Windows についてるんですね、この1248は。こいつは Mac についてて、 Mac で何か作業して音とか録音しなきゃいけない時にこれを使います。はい、一応この2つはあのケーブルでつながってるんですね。なんか例えば何かこっちで録音しても Mac に録音されるしっていうリンクがついてるんですよ。すごい便利ですね、はい。でここはね動画で見せたことないんですけど、まあこいつはコンプレッサーって言います。まあ音とか詳しい人は多分コンプレッサーって聞いたらすぐ分かると思うんですけど、大きな声を小さく、する機械ですね。まあホラーゲームとかやってるとうわーギャーってこう声出るじゃないですか。特に俺はそうなんですけど、その時にあまりにもねでかい声で叫ぶと皆さんの耳を痛めてしまうということで、こういう機械を入れてます。これで叫ぶ時に、まあ、設定してあるんですけど、大きな音をちょっと小さくするとかってなってます。じゃあなんで2つあるのって話なんですけど、1つはその通常のコンプレッサーの使い方で、こっちは俺が喋った時にゲームの音を少し小さくするっていう機能を司ってます。まあ配線の仕方でそういう別な使い方にもなるんですよ。2つとも同じモデルなんですけど、見てる人気づいたか分かんないですけど、まあ俺特にゲームのキャラクターが喋ってる時に喋る機会がよくあるんですね。まあアメリカのチャンネルでは、例えばなんていうのかな、日本のゲームでキャラクターが喋ってる時にその日本語の上から英語かぶせて喋るんで、そういうその俺が喋ってる時にゲーム音が小さくなるっていう機能すごい重要なんで、まあこれを入れてますと。でその奥にあるこの影にある黒いやつ、これはボイスオブゴッド、直訳すると、神の声っていう機械なんですけど、まあ、声をもうちょっと低くする機械ですね。気持ち使ってますけど、はい、あります。でこれはこれもコンプレッサーですね。コンプレッサーはね二重にかけてます。俺は下でもかけるしこっちでもかけるっていう、やり方をとってますね。あ違う違う、ごめんダブルじゃないや。これねこの2つはね、俺が喋った時にゲーム音小さくするのと、あともう一個ゲーム自体にコンプレッサーかけてんだ。ゲームの音がうるさくならないように。だからゲームによって音のボリュームって違うんで、全部均等なるようにこいつ使ってます。そうだそうだ思い出した。でこれは声にかけてんだよね。声、俺の声でうるさくならないようにこの DBX 1066か、これ使ってます。でこいつは FMR オーディオのリアリーナイスコンプレッサーってやつですね。でこれ右のさっきのやつがボイスオブゴッド、これ SCL2、 これもコンプレッサーなんですけど、コンプレッサーいっぱいあるな。これねコンピューターの音にコンプレッサーかけてるんですよ。例えば BGM とか流した時にコンピューターから困るんで、これも俺が喋った時に BGM が小さくなる、ラジオの DJ みたいな感じの要素を司ってますね。でこの上、これが多分我が家で一番高い、オーディオの機械だと思います。アバロン 737SP。 こいつはねチャンネルストリップってやつなんですけど、まあ、マイクの音をものすごいよくしてくれます。こいつはもうプロフェッショナルの人もこれ使ってますね。例えばドクター・ドレイとかもこれ使って音楽作ったりとか、まあ必ず、まあ必ずじゃないけど結構な確率で有名なミュージックスタジオとか行くとこれ置いてあると思いますよ。こいつはねニューマンの
日本語でなんていうか分かんないけど、ニューマンのマイクがあるんですよね。103とか87だっけ、 I とか。ニューマンのマイクとものすごい相性いいんですけど、俺はあえてブルーのマイクで使ってます。これはね、オーディオインターフェースじゃなくて、マイクプリアンプ、そして、コンプレッサーで EQ がついてます。はい、そんな感じですね。これはもう本当に宝物ですね。これすごいいい機械、まあ、どうでもいいですけどでこれウォーリーですわ。でスネークとミクが、ちゃんとミクもいるんですけどね。はい、置いてありますと。でこのちょっと見えにくいんですけど、ここにあるんですよ、もう一個機械が。これはね、エキサイター、オーロエキサイターっていうやつなんですけど、これね、ゲームの音これに通してます。まあ音がきらびやかになるんですよ。皆さん気づいたか分かんないんですけど、俺のゲームの音っていうのは多分他の人の、まあ、YouTube さ、もうね所詮 YouTube なんで、もう音とか分かんないかもしれないですけど、ちょっとねベースが多めに入ってたりとか、まあ聞きやすいように調整はしてるんですね、こいつ通して。オーロエキサイターってやつで、もうちょっと行くと、これヘッドフォンですね。これ AKG の K712 です。まあ、これ使う時もあるんですけど、耳が痛くなるんで、俺は基本的には BOSE のマイクじゃないや、イヤフォン使ってます。はい。で、これですね。これマイク。これゼンハイザーのマイクなんですけど。これはまあ、声用のショットガンマイクです。ショットガンマイクを使ってて、それで、まあ、うん、そうですね。ブルー使ってないときはこっち。だこれは結構離れても声が入るんで、例えば、じゃあ、Wii を体をね、動かしてやるやつをこっち側で撮るっていうときには、このマイクを使って、まあ、指向性のマイクなんで、録音するという感じですね。これはね、OC ホワイトっていう結構有名なプロが使うようなマイクアームなんですけど、ライザー入れてて高くなってるんですよ。これネジで止めてるんですけど、下。そんな感じですかね。で、モニターアームはこれですね。名前何だったかな？エルガトロンのモニターアームですね。これもまあまあ、まあ OK、結構動くんですけど、自由に。はい。こんな感じですよ。かなり今日説明したな22分になってんじゃん。これで皆さんいろいろ分かってくれたんじゃないですか、多分。俺の設定こういう感じでやってますよ。うん、はい、 OK かな。あとはまあ特にないです。もうブログっていうか、ニュース用のカメラ、俺の棚、スピーカー、ポスター、 IKEA の椅子、デスク、ソファー、よーく寝てます。ここで全然疲れが取れないソファーですわ。あと上にこれ自分で壁に穴開けて作ったんですけど、これ垂れ幕ですね。緑の垂れ幕が垂れてきて、まあ、黒巻き使いたかったらこれ使います。これはライトですね。やっぱライトいっぱい必要なんで、ニュース撮るときはここからライト当ててます。はい、こんな感じでございます。2017年のヘアツアーというか、まあ配信についてのツアー、まあ質問があれば書いてください。また次回の時に回答できたらしたいと思います。ということで皆さん、いい夜をね過ごしてくださいよ。おじさんも寝ます。ということで、ピースアウト、バイビー。